ジョレールモンストリートトンネル。かつては、ブルックリン。バッテリートンネルと呼ばれたトンネルは、ニューヨーク市マンハッタン区ボーリンググリーン付近のステートストリート地下からイースト側を潜り、対岸のブルックリン区、ジョレールモンストリート地下までを結ぶニューヨーク市地下鉄、IRT 歴ントンアベニュー線の鉄道トンネルである。4系統が終日、5系統が週末と深夜帯を除く終日。 通過しており、ブルックリンクに入ると IRT インスタンパークウェイ線となる。このトンネルはマンハッタンクとブルックリンクを結ぶ最初の推定鉄道トンネルであり、建設は1903年から1907年にかけて行われた。トンネルはシールド工法で建設され、南北線でトンネルが独立しており2170フィートのトンネル2本から構成されている。 建設にあたっては建設中に構造上の問題が発覚し大部分を再建する事態が発生したほか1905年3月28日には圧気工法での屈策にあたっての安全が確保できておらず加圧に耐えきれなくなったトンネル周囲の泥がイースト川に向かって噴発川の水と混ざり濁った水が水面から約40フィートの高さまで吹き上がる事故が発生した このほか、トンネル建設に合わせて58ジョレールモンストリートが IRT 地下鉄の非常脱出口県管機施設にされた。また、後にホランドトンネルの主任エンジニアとして建設に携わりその名称にもなっているクリフォードミルバーンホランドがジョレールモンストリートトンネルのアシスタントエンジニアとなっていた。トンネルは1908年1月9日に開通、1番。 列車は同日午前12時45分にマンハッタンクからブルックリンクへと通過した。1984年3月17日、トンネルを通過中であった列車が改修工事が行われていた線路に侵入、脱線した。当該列車には約1500人の乗客が乗車していたが、一人も死者や重傷者は出ず軽傷者のみであった。 事故はユーラッシュの真っ最中に発生したため多くの乗客に影響を与えた。2012年10月29日にアメリカ東海岸を襲ったハリケーンサデンィは、東ト,トンネルを含むイースト川を横断するニューヨーク市地下鉄の7つのトンネルを浸水させる被害をもたらした。ジョレールモンストリートトンネルと、 ヤトガースストリートトンネルは被災した7トンネルの中で最も混雑する路線の一部であったことから、またはこの2つのトンネルを速やかに復旧する必要があった。トンネル内の水は10月31日に排水が終了し、コンソリデーテッドエジソン社による電気配線の検査が行われた。トンネルは11月3日に復旧し、午前10時より列車の通過が再開された。 ありがとうございます。